はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、始まりました。はい、ということで黄金体験 TV、 本日2023年4月19日からセカンドシーズンということで、すごいね。はい、そうなんですよ。シャレードさんがもともとコロナ禍でライブ配信始めて3年目からね、このエナジーがコラボさせていただいて、まあ、元々エナジーがね、協賛でやってて、3年目からエナジーがあって、ついにセカンドシーズン、まあ、シャレードとしては4年目のライブ配信ということ で、はい、無事2年目に突入しました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、おなじみの方もそうでない方も一度ね、この湘南ゴールデンエナジーライブ配信黄金体験 TV サポーテッドバイライブハウス小田原シャレードのね、説明をさせていただきたいと思います。はい、この番組は昨年の2022年4月より毎月、まあ、第3水曜日、基本的に第3水曜日に黄金の体験を広めるため YouTube ライブ配信番組黄金体験 TV としてライブハウス小田原シャレードの協力をもと開始しております。はい、でこの番組は、まあ、湘南ゴールデンエナジーの理念、黄金の体験を広めるための、まあ、アンバサダーさんやエナジーの販売店舗、そしてエナジーと関わっている、まあ、協賛しているものとか関わっているイベントとか、そういうね、まあ、いろんなものを巻き込んでお招きし、湘南ゴールデンエナジーのファンとかそのゲストの方のファンに改めて、紹介させていただくことを目的に放送しております。はい、ということで本日のゲストを紹介します。はい、はい、本日のゲストはスポーツイベント発信のクロス代表本間弘光さん、そして、まあ、法人名としてはダンコミュニケーションズの代表取締役お堅い人が来ました。はい、本間さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、まあ、本間さんはね、ちょっとこれツイッターのプロフィールをいつも読んでるんですけど、はい、誰もが気軽にスポーツを楽しめる環境を作りたいということで、ドゥースポーツサービスクロス、まあ、あのエナジーもたまに書かせてもらってるクロスっていうね、ドゥースポーツサービスウェブメディアの、主催と、そしてスマイルマラソンっていうイベントをやったり、他にはね、まあ、スポーツの広告やったり、イベントをやったり、メディア作成したり、タレントマネジメントしたり事業を創生したり、はい、あの沼津のサンビーチビーチ運営したり、はい、はい、湘南ビールのアンバサダーやってたり、はい、そして今ねエナジーと一緒にこの後詳しく話すんですけど、新たにね企画黄金体験ラジオというのをね、実は4月よりレディオ湘南で始めていたり、はい、そしてねベルマール2日のスポンサーとか湘南シーサイドバスケのね、この、はい、ここの番組を来たシーサイドのスポンサーにも今度は、はい、元々バスケやっててっていうね、ちょっと、まあ、今バーッと話しましたけど、うん、まあはい、まあ、今一度ね、はい、コメントをいただきました。たかちゃんさん、こんばんは、はい、と。こんばんは。バービーとななこさんで知りました。最近よくツイッターで、はい、絡んでくれていますね。嬉しい。はい、嬉しい、はい、うん。はい、ありがとうございます。コメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでね、まあちょっとあと今、本間さんの自己紹介を先にと思ったんですけど、セカンドシーズンなんで、今一応亀井さんと自分も自己紹介しておきます。あ、そうですね、はい。毎回手短にやっぱやった方が、ね、はい、そうですね。初めて見る方もいるかもしれない。しかも今日は2年目なんです。セカンドシーズン第1回目ということで、亀井さんお願いします。僕からでいいですか。はい、ライブハウス小田原シャレード統括亀井久志です。今はバンドをやっていないんですけれども、普段はそのバンド、まあ、音楽をやっていて、僕はドラムを叩くんですけれども、あとはですね、FM 小田原というコミュニティラジオ局で、亀井久志のカメラジオ、通称カメラジというのを、毎週金曜夜9時から1時間番組でやっております。16年目ですか。16年すごい。そうなんですよ。小田原タモさんみたいな、ね、2007年に開局して、はいはいはい、そこからやらせてもらってるんで、まあまあ長くなってるっていう。ご長寿番組ですね。開局以来ですからね。はい、ご存ですよね。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、私湘南ゴールドエナジー CEO、森谷と申します。はい、まあ、この体験をということで、湘南ゴールドというみかんを自分で畑で栽培して、ね、エナジードリンクにして、今富士スタート小田原のコンビニとかサービスエリア、ライブハウス、いろんなところで販売させていただいております。はい、まあ、今日もね、こう本間さんをね、一緒に黄金体験広めてるメンバーということで、ちょっと今日ね、はい、ゲストをお招きしました。よろしくお願いします。頑張ります。お願いします。はい、ということで本間さん、今度自分から自己紹介を、あのね、さっきはあのツイッター読ませていただいたんですけど、ツイッターのプロフィール、はい、わけわかんないね。改めて読むと、でも本当に全部やってる。だからエナジーとちょっと近い感じですよね。いろいろ手出して、そうですね、でもいろいろ軸は実はブレてない。そうそう、はい、いろいろと甘がみしています。はい、はい、ちょっとどうです本間さん。一応スポーツをメインのお仕事にしているダンコミュニケーションズっていう会社を経営してまして、はい、まあ、本当のメインの仕事っていうのはスポーツプロモーション、いろんな企業さん、メーカーさんみたいのスポーツのこの関係の、案件を報告プロモーションとしてお仕事を受けてる。プロモーション、はい、そうです。はい、だそれ以外にもイベント業、スポーツイベントを主催したりだったりとか、それで、逆にメディアを作ろうっていうことで自分でクロスっていうスポーツメディアですね、はい、で、まあ、今週末も登山イベントが2つぐらいあったりとか、そういういわゆるマイクロスポーツイベントと呼んでるんですけども、ね、この細かいスポーツイベントも、運営したりとかします。あとはタレントマネジメント、大会水浴場の運営、はい、いろいろやってます。本当にいろいろやって、自分で言っても何やっ
ってるか本当わかんないですね。キッチンカーとかね。あ、キッチンカーやってますね。ちょっとお借りしてたんですけど、うちでそう、大股がお借りしてたまに使ったりしてるんですけど、ね、ラジオも始めちゃって、編集も今自分でやってる。そうなんです。誰かにやらしたい、そろそろ。何でもやりますね、何でもやります。亀井さんとね、年も近いですね。そうですね。あ、同世代。あ、そう、同世代でしたね。亀井さん41に今年なんですよね。はい、で43になります。はい、だから一番2個上の先輩って一番怖いところです。同じ神奈川県のね、高校にいたんで、神奈川県出身なんですよ。あ、だ花園ヘラクレスと同い年ですね。松坂大輔と同い年ですね。そうですね。松坂大輔ですね。はい。ということで。いや、いや、春高生まれで。めちゃくちゃ強い。まずは海老名出身なんで、ちなみに。ということで、ちょっと前説をお願いします。コメントいただきました。タカちゃんさん、神奈川で天下を取ろう。美味しいエナジードリンクは貴重です。ありがとうございます。いつもね、タカちゃんと最近ツイッターで飲んでくれてる。嬉しい。今日も飲みながら見てると思います。じゃあ、乾杯とかは？はい、はい、しましょう。あ、しましょう。ちなみに、ちょっとタカちゃんさん、黄金体験ラジオも今週初めて聞いてくれて、感想をツイートしてました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。サイコさんファンじゃん。はい、リツイートしました。はい、嬉しい。タカちゃんさん。カメラジオもよろしくお願いします。はい、そうですね。ぜひカメラジオも金曜日。はい。ということで乾杯の前に、はい、前に NG ワードを実は昨年10月の、ね、からやってて、はいはいはい、NG ワードを言うと自腹でエナジーを買って、まあ、お土産にしてもよし、自分でその場に飲んでもよし、誰かに押し付けてもよしというルールでやってます。でも3人やる、3人全員で。そうだ、亀井さんも最近さ言ってない気するんだよな。最近ね、自分と亀井さんこなれてきたんです。あら、そう、なんかもう家っていう圧がすごいですけど、意外とゲストが、ね、言わないんですよ本当に、ね、自分、まあ、自分と亀井さんがこうバーッと喋るんで、自分と亀井さんがもともと言いまくってすげえ2人飲んでるみたいな。今日はね、まあ、あの NG ワードは、うん、スポーツとかの、ね、イベント主催、スポーツのメディアやってるんで、はいはい、スポーツを NG ワードにします。あ、違うよ、運動を NG ワードにします。スポーツは、ね、逆に言わなくなるの難しいから、はい、で運動って多分無意識で言っちゃうと思うんだよね。ポロッと言っちゃうからじゃないですか、うん、これね、意外と見てる方がコメントで言ったとか言ってくれる。タカちゃんさんちょっとカウントしてくださいね、はい、僕ら意外と気づかないパターン。自分と亀井さんで意外と気づかない。運動って言ったら乾杯からルールスタートなんで、はい、はい、OK です。ということで乾杯をします。運動今うち、はい、運動、はい、スポーツなんですよ。だから途中ででも分かんなくなるんですよ。あれどっちっていいんだっけ、はい、スポーツは OK、そうですね、運動がダメ、はい、今度今思いつけですけど、はい、やよしとこう言ってて、ここに今日の NG ワードとか書いてない。確かにね、いやいや、それやったらだってもう言わなくなっちゃう。いやいや、外に見えるように、あー、向こうにね、はい、なるほどね。ということで、まあ途中から見た方も分かる、はい、ということで、はい、乾杯が実は、ね、僕たちの乾杯はいつもこれっていうけど、これ亀井さんが考えた乾杯のアイデアなんで、これを自分が言ったらみんなで黄金の体験を、あ、黄金の体験を、はい、はい、ということで、はい、ということで、はい、僕たちの乾杯はいつもこれ、黄金の体験を。乾杯。お疲れ様でした。あー、おいしい。やっぱさっぱりしてるよね、これね。そう、他のエナジーと違って果汁が入ってるので、うん、タカちゃんさんコメントいただきました。セブンイレブン片瀬山店で買っておいたエナジーで乾杯。嬉しい、ありがとうございます。今日はね、平日なんですけど、もう8時まで出店イベントあって、うん、立ちっぱで、で、エナジーを今日夜ここで NG ワード言っちゃったらいっぱい飲むから、あえて飲まなかった。だからもう今日エナジー足りなくてカラカラで、やっぱうまいっす。うまいね、うまいです。そんなんだね。まあ、だってね、ミスっちゃうと飲まないクイズということで、はい、ということでトークの本題に入っていきましょう。はいはいはい、ということで、うん、まずはゲストと湘南ゴールデンエイジの出会いを最初の第一フェーズでね、こういう、いや、これがね、はい、自分覚えてますよ、ちゃんと覚えてないっすよ。いや、ここね、実はこの番組に出る人は7割8割はエナジーを自分がやってから知り合った人なんです、うん、ああ、そういうことね。本間さんエナジー前なんですよ。そうなんだ。亀井さんとかもそうだと思うんですけど、そうなんだ。そう、本間さんね、すごい忙しいから、結構ね、ポロポロと似てる。もうエナジーのイメージですから、はい、何年前ってことで、2016年の1月で、2016年の5月にエナジー販売してるんですよ。ああ、じゃあ直前だね。はいはい、で、なんでかっていうと、自分がスポーツライターやってたんですよ。で、マラソンの記事書いて、思い出した、思い出した、連絡来た、はいはい、で、下北ね。あ、そうです、下北ね、駒沢公園だ。いや、それは2回目かもしれない。2回目か。それはね、まあ、あの出版社を通じて、マジでちゃんとマラソンの本を書いてたんです。そうそう、すごい。で、まあ、それの縁でね、本間さんのクロスにも書かせていただいてるんですよ、今たまに。そうそうそう、ライターになっていただいてます。で、本間さんのところがマラソンのタレントをあのいるんですよ。そうそう、中村優ちゃん、はい、で、うちのマラソンにもその後やっぱゲストで出てもらったりしたんですけど、うん、その方にやっぱちょっとキャッチーな人に出版社からなんかインタビューできないかっていうマラソン系っていうことで、うんうん、本間さんにコンタクト取って、はい、で、その本間さんのところの中村優さんに、あのグラビアアイドルでありながら、うん、あ、
ていうかサクサクって番組してます。あ、知ってる。あ、そうそう、そこも木村カエラの後の、メイン MC が中村優さん。なるほど、ね、ここの、まあ、所属というかここのね、あの、はいはい、スポーツ系はこっちでマネジメントしてるんですよ、本間さんのところが。そうだったね、すごい懐かしい。7年前ですよ、もう、ね、7年前だから本間さん7年前とまだ今の自分ぐらいなんですよね、年齢35、6、自分今年35になるんです。そっか、年取ったね。いや、そんな逆に若かったんだって感じですよ、本間さんは。本当だね、40超えましたもんね、我々もね。恐ろしい、恐ろしい。そうなんですよ、うん、で、その本が出版社といろいろあって、実はまだ出版してないんですよ。そうだね、内容はもう終わってるんですよ、だからあとは、なんか別にちょっと仕上げだけなんで、うん、なんかマラソンを初心者が始めて続けるためのコツみたいで、自分は超忙しいけど、これの方法で続けられてますみたいな、はいはいはい、ちょっとね、世に出したいんですよね、書き終わってる、まあ、なんかブログでもいいかな、まあ、電子書籍なんでやろうと思えばできるんで、内容書いてあるんで、あんま変わってないんで、当時と。確かに。そう、コロナ禍だったらまた内容違ったと思うんですけど、一周待ってコロナ禍終わっちゃって、まあちょっとね、書けるな、ね、まあ、それもちょっと、確かにもう終わってるんで、原稿は、まあ、ということで、はい、ということで、が出会い、で、だから、エナジーとの出会いじゃないんですよね、さっき、モリアと出会って、そうだ、そうだ、そうか、うん、じゃあ、そのモリア君がエナジー始めたぞってこと。そうですね。で、エナジー始めて、やっぱその結構最初に LINE イベントを主催しだして、で、あ、じゃあ本間さんにまた中村優さんとコラボさせてもらおうと思って、最初コロナワールドで、小田原コロナワールドでラントリップやったんですよ。やった、2017年。あ、思い出した。で、あと本間さんが SNS で見たから、やっぱちょいちょいなんかこういう鎌倉大学を協賛してくれないとか、そういうやり取りをして、で、あとはうちが大きい大会開いた時に中村優さんもね、ちゃんともう、まあ、もちろんギャラ払ってこうちゃんとゲストにっていうのをお願いしたり、で、まあ、そこからまあこういう感じで交互に仕事をそう、ね、やり合って、なんかこう、そうね、仕事を振り合ったりしてますね。コメントいただきました、はい、タカちゃんさん、サクサク知ってる世代ですと。ああ嬉しい。神奈川県民にはこの話題で、ね、あーってなりますね。県民的な番組でしたからね。神奈川 TVK だもんね。で、本間さんは、ね、メディアの仕事いっぱいやってるんですけど、はい、TVK の仕事も、ね、今やったり、まあ、そうですね、ゆうちゃんも TVK でまたレギュラー番組で、そうですね、はい、ベルロックをあと本間さんのイベントに呼んでくれたりって、まあまあ本当お互いそのまま、意外と7年なんですね。まあ、ここ2、3年かなり活発ですけど、でもなんだかんだずっと年1回ぐらいは何かやってました。やってるやってるやってる、うん、っていう中なんですよ。素晴らしい。そう、マラソン大会に、逆にトレーラーの大会にね、うちのメンバーが、ね、そうですね、クロスに協賛としてメディアに紹介してもらって、クロスのメンバーをうちのトレーラーで走ってもらったり、へー、でその前一緒にバーベキューやったり、その時本間さんはね、某流行り病の影響で来れなかったり、った本間さん自社来れず、本間さんとこのチームメンバーが来て走ったり、まあいろ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 ありましたね、まあ、はい、っていう感じですよね。そう、懐かしい、はい、だからエナジー前だから、自分の確かに存在エナジー前だと、みんな小宮さん、自分のだって存在、まあ、最初覚えてると思いますけど、はい、エナジー前はもう薄いですよね、記憶。梅丸の人っていう、まあまあまあ、それがあったんで、そうね、梅丸のね、その大和田で入らしたいんだっていう人だなと思って、うんうん、そんな森谷君がエナジー作ったらしいっていうところで、今、エナジーに上書きされてたるんです、まあ、上書きの、はい、そうですね。こちらいただきました、まあ、妖精をご主人様、はい、妖精王ご主人様かな、はい、こんばんは、誰だ、初めての人っぽいですね。はい、初めての方ですかね、はい、お知り合いかな、はい、ぜひね、はい、あ、そうですね、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、ゲストとね、自分のエナジーの出会いをね、行ったところで、はい、主にさっきバーッと自己紹介も触り行ったんですけど、うんうん、ここからはもうがっつり本間さん PR タイムで、本間さんの活動の紹介を深くしてもらっていいです、本当に。え、活動の紹介、本間さんがやって活動とか PR とか。あ、うん、そうですね、マラソン大会を主催もしてます、ほぼ毎月。そうですね、シーズン中このスマイルマラソンっていう名称で、はい、まあ、荒川を主戦場に、横浜だったりとか沼津だったりで、今後それこそ小田原だったりとか、うん、あと我が地元の海老名だったりとか、海老名地元なのね、そうなんですよ、広げていきたいなと思う、うん、本当にこのスマイルマラソンって結構少人数のマラソン大会で、そうね、こだわりがね、はい、5キロ周回だったり、そう、初心者でも行きやすい、そうなんですよ、なるべくネタを安くしてですね、そうで、親子だったりとか、そういうマラソン大会を今結構毎月やってるのかな、ちょうど5月5日の大会で、一応シーズンオフに入ります、ね、うん、まあ夏いい時はでもランはやんないんで、そうなんですよ、6、7、8やめて、また9月からまたスタートしていこうかなと思ってますんで、はいはい、マラソン大会、初めましての大会としてはね、絶対このそうですね、安くて参加しやすいと思うんで、ちなみに先週の土曜日に年1回横浜でやるんです、うん、それがまさに先週土曜日あって、うちも協賛とあとなんか音響ブッキングして、はいはいはい、8の音響やってもらって、ありがとうございました、いろいろエンタメ入れたり、まあ、結構雨で大変だったんですけど、雨大変だったね、あれね、いやでも雨の中でもちょっとやりようが面白くて、なんかね、
マラソンかける音楽って自分結構推奨して、うちのマラソンにもなんでいろいろ音楽入れてるんですけど、やっぱね、アーティスト弾き語りよって言って連れてったんですよ、一人、うん、で、雨でできないじゃないですか、やっぱ、うん、ただ、ちょっと面白く、なんかできないか、せっかく来たからって思ったんですよ、はい、で、音響は鳴らしたんですよ、やっぱこう、はい、なんかいろいろ鳴らして、やっぱランナーが走りながら音楽聴けるみたいにしたんですけど、その連れてったアーティスト、まあ、ウォータードロップのね、ギターボーカルの有馬くんも連れてって彼の楽曲を流しながら彼に自分で楽曲の話とかをさせて でスタートコールとかをさせてまあなんか、まあ、連れてった意義が、ね、あの多少は、ね、ラジオ的なのやってっていう、でもなんかそれを見て一個、じゃあ必ずしも歌えなくてもまあ今みんな Apple Music とかで配信されてるし、それを流しながらこれ僕が作った曲でこの曲をバックに走ってくださいって言ってなんか告知とかさせたら結構で、アーティストランナーも走ってる間ね、本間さんも音楽聴きながら走ると思うんですけど、自分もそうなんですけど、音楽あるってめっちゃいいですよね。めちゃめちゃいい、めちゃめちゃ大事、うん、で本間さんのやってる大会は周回コースなんで、うん、まあその一周戻ってきた時にまた音楽鳴ってるみたいな、はい、なるほど、来年またパワーアップさせたい、ね、あ、そうですね、だからあれはだからあれで良かったと思うんでね、うん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 、あれだとだから野外は自分できないなみたいなアーティストも連れてこれるだとか、確かに PR させながら、うん、なんかこうみんなランナー応援みたいなのはちょっと流れ作れたかもなってちょっと思いました、うんうんうん、コメントいただきました。あ、次のまこちんさん、はい、あ、メバルの人お笑い、はい、ヘビーリスナー、ヘビーリスナーですね。高ちゃんさん、魚が美味しい地域ですねと。あら、こだわら、そうですね。有馬くんいい子だなって。そうですね。なかなかいいやつね。はい、有馬くんいい子でしたね。はい。そうなんですよ。っていうことなんですけど、はい、今は、そんでランの話しましたけど、ラン以外も本間さんどんどんもう深掘り、深掘りを。でもクロスの話しましょうよ。そうですね。クロスはね、でもそもそも、まあ正直言うとこのビジネスベースっていうよりは、はい、世の中ってなんかスポーツやる環境ってすごい少ないなと思ったんですよ、うん、あ、大人になって特に日本って部活やってなかった人が新しくスポーツを始めるってすごいハードル高いなと思ってて、うん、だから誰しもがこのスタート、まあ、初心者から始められるスポーツイベントみたいなのを作りたいなと思って、うん、もう何年前だ、 4,5 年前に実は作ったんですよ、3年前だった、そう3年前に作って、うん、まあ、一番始めやすい何かっつって今やっぱランニングと、うん、あとは登山が中心で、登山いいですね、すごい登山いいですよね。もう登山はね、3年もやってるとね、もうコミュニティがだんだんできてきて、結構レベルが高い山小屋登山が人気だったと思ってて、うん、そうだ、でも初心者用の今年は始まりの山っていう新しいシリーズを作って、うん、高尾山だったりとか三宅山だったりとか、うんうん、あとあの何だろう、登山靴じゃなくても本当ランニングシューズだったり運動靴で登れるような山のやつを新しく企画したりだったりとか、あとは5月はテクテクハイク、親子登山イベント、いやいいな、これがむちゃむちゃ楽しいんですよ、すごいあのハッピーな気持ちになる、もう運営が一番楽しいイベントです ね、 いいすね、そんなのを結構やってます。あ、コロナ前に始めたんでしたっけクロス。そうですね、コロナでしたっけ。いや、コロナ直前ですね。そう、クロスっていうサイトがあるんですか。そうです、ウェブサイトでクロスってやってて、一応、まあ、メディア機能で記事を配信するのと、うん、あとはスポーツイベント機能、特集とか、はい、そうです、そうです。でイベントの募集以外にもそのコラムが充実してて、うん、何回も書かせてもらってるんですけど、ありがとうございます。なんで、ね、よかったら亀井さんも実は結構運動するんですよ。あら、はい、はい、うん、スポーツしますね。運動系しますね。今のちょっとね、リンクハウトあった小手に用意してるんで、スポーツするんですよね、亀井さん。誰か言わねえかなと俺ずっと聞いたら、ようやく言いそうだと思う。ようやく言ってくれた。亀井さんなんかもなんかこう、あの、今パーソナルジムに通ってスポーツをしてるんです。そうですね、はい、もともとバレーボールやってて、うんうんうん、でもやっぱその社会人になるでもなかなかやる機会がなかった中で、まあ、40になるからと思って、うん、そのジムに前になって通って、はい、今1年ぐらい経ってますね。だからさっきちょうどその始まる前にも話してたんですけど、バレーボールやりたいなって思ったんですけど、うんうんうん、どうしていいか分かんないってまさにそうだったんですよね、うん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 、そうなんですよ。はい、コメントいただきました。岩子さん、はい、登山イベント楽しいですよって。クロスのスタッフさん。ああ、なるほど、スタッフさんだ。同級生です。すごい。スタッフさんが増えたら絶対間違いないよな。いや、めちゃめちゃ楽しいですよ。一回だけ僕も守屋くんがしょっちゅう登る、うん、金時山、金時山に一回だけ登ったんですけど、スニーカーで行ってすぐ後悔するっていう。本間さんも雪の金時山一緒に登った。楽しかった、楽しかったですよね、あれ。俺さ、初めて行ったんだけど、これ登るのって思っちゃったの。あ、金時山で、金時山で、金時山ってほら全然初心者向けだぐらい言うじゃないですか。まあ初心者向けで、初心者でこれって思っちゃった。なるほど、
まあ、で、本当素人2人で行ったから、うん、後半無言だったでもやっぱ達成感は、まあ、金時山はね、すごいいいんですよ。だからクロス向けなんです。前クロスでも金時山の、うん、やりましたね。やって、うん、で自分やっぱちょっとアテンドで使ってやったりしました。あの、そうやるんですよね。で、今度ね、5月にもやろう。これこの後の告知でいっぱい話します。はいはい、うち来月7周年でめちゃくちゃイベントが死ぬほどあるんで、はい、もう来月だけイベントはです。コメントいただきました、はい、次のまこちんさん、シャレードバレー部作らないとって最近あの僕すぐ何でも部活にしたがるっていう。いいじゃないですか。今たまたまね、湘南パンダさんっていう方と、ね、はいはい、一緒に、はい、シャレードダイエット部に今、はい、2人ともいるんですけど、今自分が先サボり気味、20人ぐらいでやってます。素晴らしい。 LINE のオープンチャットで話しながらやってるんですけど、でも多分 2,3 キロで痩せたよね、きっとね。自分ですか、うん、本当に自分はね、あのフルマラソンを日中走ってきたんですよ。はい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 、なんでその前後ってやっぱ疲れを溜めたくないんで運動してないし、今週も疲れて運動してないんで、はい、ちょっとね、めちゃめちゃ言いまくってるけどね。いや、そうですね。めちゃめちゃ言いまくってる。やばっ、やばっ、よく言うね。1回カウントにしました。コメントいただきました、たかちゃんさん。やば、僕はベイスターズ党なんで、スポーツは少し野球経験がありまして、お、いい野球のやりたいな。バッティングに自信がありますが、最近はバッティングセンターがなくなって悲しいです。確かに、バッティングセンターイベントとかやってみたいな。あー、いいっすね。もともと野球やってたんです、ね、それはやりたいです。そういうライトは、そういうことキャッチボールだけど楽しいじゃない。いや、そうですね。行政王ご主人様さん、はい、金時山小学生以来登ってないなと。あ、じゃあ割とこの辺の方なのか、ね、今度イベントやりますんで、そうですね、やってほしいですね。箱根の小学生とか南足柄の小学生、金時山登りますよ、ね、連続で確か。はい、小田原は足柄峠でした。矢倉岳か、なんか山登りしますよね、小5ぐらい。いや、覚えてないな。同じ小学校なんで。一回り、同じ小なんだ。いや、一回り違うんだよ。中1、小1なんです。はいはいはい。そうだそうだ。なんであれなんですけど。なるほどね。やっぱ、スポーツってこの、みんな年齢とか、世代とかが、はい、違くても仲良くなれるとか楽しいなと思って。特に大人になってからそうですよね。そうそうそう、部活の時はね、ちょっとギスギスっていうか、そう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 、若干思春期特有のね、まあまあ、違う、でかい、なんかでかいっすよね、そこの年齢差っていう。いや、1年から3年はもう神様だから。そうです、ね、絶対逆らえないからね。で、そうか、あれっすよね、そういう本間さんはクロスを通じてスポーツを集客して自主イベントも今結構やってるし。そうです、自主イベントもやってますし、うん、自転車イベントも結構。あ、そうですね、自転車イベントはあのお笑い芸人のステレオタイフーンってお笑い芸人がいて、そことコラボしてあのサイクリングイベントやったりとかしてます。これめちゃめちゃ楽しいんですよ。ちゃんと下見とか行ってくれて、そうです、ね、ちゃんともツアーとして回ってくれるんで。あ、そうだ、それも去年の4月のステレオタイフーンの多少高速協力。あ、そうそう、作りました、ね、なんだかんだ、まあ、このエリアで結構詳しいんで、めちゃめちゃ手伝ってくれてるよ。いやいやいや、ありがとうございます。ズブズブの間が、そうです、仲がいい。でも本当亀井さんがそのさっきちょっと話した、はい、パーソナルジムが面白い方がやってて、先月のゲストだったんですけど、そこのオーナーが、ね、そこが1月にそこのジム1周年イベントをライブハウスここでやったんです。へえ、はい、すごいですよ。ステージの上でベンチプレスやったり、楽しそう。公開でみんな目標値決めて、はい、僕は今日90キロ上げますっつって90で、はい、パンダが MC やって超煽ったり、上げれる上げれるみたいなやったり、なんかクロスかけるライブハウスも、あ、全然できるんですよね。企画しよう、はい、なんか、ぜひぜひ、トークショーなり、なんかね、あの、そう、その先月のオーナーのグッドライフジムの方がやったイベントが結構あ、ライブハウスとスポーツできるんだなっていう、結構そのベンチプレスとジムの会員さんたちの交流イベント兼、なんか本当にこうみんな参加型なんです、うんうんうん、でライブハウスって自分なんかはそうなんですけど、はい、音楽できないんでっていうと、やっぱこう見る方の参加で、あ、まあ、ステージ登ってこうトークはやりますけど、うんうんうん、じゃあ演奏しろとかオープンマイクってやっぱちょっとなんか抵抗あるんですよ、音楽やったりとか。そんな多分あの日の参加者もそうだったと思うんですけど、うん、ステージの上でプレイヤーに、ライブハウスでプレイヤーになれるって、なんか、確かに、それがスポーツでなれるってすごいなと思って。確かにガンガン音楽鳴らしてね、そうそうそう、ね、照明とやっぱ音響は楽しそう。ぜひぜひ、なんか本間さんとかもちょっとこのいろんなイベントやって中で、ライブハウスでスポーツイベントやるぞって言ったらクロスだけしかそれやってないみたいな。確かに、ちょっとコラボりましょうね。ぜひぜひ、ぜひっていうのもできますし、あとコメントいただきました、はい、妖精ご主人様、ダイエット部ですか。私、晩ご飯はとんかつ定食食べました、とんかつ定食食べました、写真アップしました。ダイエット部の人だ。
そうなんですよ。自分ね、最近置いてないんですよ。あれ、でも、とんかつ大丈夫かしら。いや、仕事終わりだからっていう。なるほど、なるほど。食べちゃいけないことはないですよ、ね。超緩くやっていただいてるんですよ。なんか、まあ、だから、なんかね、なんか。マコチンさんからコメント、ベルマーレフットサルクラブの監督も通い始めたジム。あ、そうです、グッドライフジム。あ、そうなんです。なんか、ベルマーレの選手も2人ぐらい今、まあ。グッドライフジムがスポンサーになってくれて、ベルマーレフットサルの。それで、まあ、その、各ジムにアンバサダー選手を置いて、うん、でそれで選手たちが通ってって感じですね。そのトレーナーがやっぱいるんで、合わせたトレーニングを提案してくれるっていうことで、うん、そして、うん、本間さんも去年からベルマーレフットサルのスポンサーになっていただいてます。すごい。でさらにもうスポーツ好きで、本間さん自身はバスケ経験者なんですよ。そうですね、はい、バスケまだやってます。それでいろいろ話す中でバスケイベントもこう仕掛けたいってことで、はい、12月にここの、ね、ゲストに出た湘南シーサイド岩田さんでフィールドも持ってるんで、うん、そこも今年スポンサーになります、はい。バスケイベントは本当にやる場所じゃなくて、そうそうなんですこれを機会にね、自分でコート持ってる、バスケコート持ってる人ってフットサル場は多いけどバスケコートはいないですよね。そうなんです。持ってますよって話して、じゃあスポンサーになってイベントやらせてって言って、まあ OK ですぐに決まってって感じです。余生をご主人様、あ、バレちゃったって言ってますね。これまこちんさん、ちなみに見たら分かると思うんですけど、バスケやられてる、ね、この本間さん、僕より大きいですからね、このサイズ感で190あります。190ってなかなかないからな。そうですね、185、195、160代って、なかなかね、あれなんで。マラソンは一番森谷君も速いんじゃないですか。違いないですね。ベストだと最近遅いですよ、マジで。これでフルマラソンね、はい、5時間半かかっちゃいました。5時間ワーストから1時間更新だいぶ経ったんですよ、ね、27度ぐらいだったんですよ。ああ暑かったんです、暑かったです。でも脱水症状になって、多分みんなが暑かったりとかあったと言ってて気づいてないんですよ。暑かったの今日みたいな、多分逆にだから、ね、で15キロまで5分30秒まで行って、その後はずっとキロ8分とかなんで、うん、多分そこからずっと脱水、はいはい、ちょうど昼12時ぐらいなんで、それがっていう感じでした。はい、まあなかなかね、最後マラソンやらないですか。僕ですか、うん、苦手です。やりましょう。だからせっかくなんで、5キロからかな、スマイルマラソンから。亀井さんは感度高くて、この黄金体験 TV に出た人の結構興味持ってくれて、うん、例えば前自転車のプロと自転車屋さんが出たんですよ、うんうんうん、でクロスバイクをそのお店で購入しました。おー、はい、素晴らしい。よかったです、自転車買って、ね、自転車いいっすよね。それで今ジム通ってるんですもんね。はい、ジム僕から始めました。スマイルマラソンも、そうです、ね、そしたらマラソン始めちゃうかもしれないね。いや、そうか。でもマラソンに限らずやっぱクロスのイベント、そのライトなスポーツイベントなんで、はい、ぜひクロス見ていただいたり、はい、見てみます、なんか書いていただいたりとか。あ、なるほど。いろんなね、うん、これは盛り方があるので、盛り方あります、はい、そうですね。そして主な活動紹介でちょっともう一個、あ、歌コメント、たかちゃんさん、実は音楽も並行してやっていた時期もありまして、若い頃ワストラトキャスター57でバーンとかビーブパープルに行ってました。ハードロック行ってますね。ゴリゴリじゃないですか。妖精はご主人様2センチくらい分けてほしいです。本当分けてほしいです。自分190じゃ分けてもいいぐらいなので。確かに確かに思います。売れるんだったら売りたいですね。確かにお金になるんだったら売りたいですね。そんだけあれば。身長ばっかはもうしょうがないですね。やっぱスポーツでね、どうしても有利になってしまうスポーツは 出ますからね。そう、バスケは本当顕著ですよね。そうね、有利有利、うん、ちょっとあとね、主な活動紹介でもう一個だけは欠かせないなと思って、まあ本間さんの、メディア事業も結構あって、雑誌のメディアやったり、いろんなその雑誌のコンテンツをやったりやってるんですけど、その中で今月からレディオショーなんて、ね、FM のコミュニティ FM で、ね、そう、うん、クロス×湘南ゴールデンエナジー黄金体験ラジオっていうのを毎週月曜日19時30分より、はい、レディオ湘南、まあ、本間さんのところの関わってる、スポーツやっぱタレント、マラソンタレントのグラビアアイドル最速ランナーバツコさんっていう方と、はい、MC むっちゃんさんがメインに、まあ、このパンダもね、はい、コーナー持たせていただいて、まあ、ちょっとアンバサダーのイベントとかエナジーのイベントとかを告知するコーナーも持ってまして、毎週月曜夜19時半からやってるんで、亀井さんもぜひ今度ゲストに。ああ、ぜひ、はい、本当に呼んでください、はい、もちろん全然わかんないながらも喋るのが全然だよとか。まあなんか、ね、自分が別撮りでコーナー持ってるんで、またいつものようにここ来て。確かに、それでもいいしね、はい、コメントいただきました、福井たけしさん、お疲れ様です。今日は中の人はいたけど、バンダさんいませんでしたね。ああ、今日イベントに来てくれた。はい、2日に初めて来てくれた。1週間分確保して、はい、そう、まさに7本買っていただいて。大量買いで、はい、あの徳井さんがいらっしゃいます。福井たけしって言うんですね。ツイッター名知ってて。名前が出そう、出ちゃってる。そうなんですね。多分福井たけしさん、はい、はい、初めて話しました。いつもあれだ、そう、戸塚周辺の方で戸塚やってるって言ったらツイッター見てすぐ来てくれた。なるほどね、そうなんですよ。こういう人がね、遊びに来てくれるっていうのが YouTube の良さですね。そうですね、はい、まあ、まさに今日イベントに来て、はい、ちょうど1時間ちょっと前に会った方です。結構、夜来たから、ありがとうございます。はい、はい、もう
からそうですね、半分ぐらいだった第3フェーズの ね、自分だけじゃないですか、言ってるの。そうなんだね、はい、いや俺も言いたいんだけど、なかなか言わない。そこからまた、本間さんにちょっとね、はい、お聞きしたこう第3フェーズの話がありまして、うん、何でしょう、本間さん、これからしてみたい大分の体験、何かあります？大物体験、大物体験っておのおのなんで、まだ大間さんがちょっとこれは今年やりたいとか。そうっすね、今年毎年やってるんですけども、うち富士登山のイベントやってるんですよ。富士山、そう富士山、今年は富士山登りたいなと思ってて、まだちょっと告知できてないんですけども、はい、また多分8月の終わりか9月の頭に、コロナ禍も終わって、はい、そうなんです、いろいろやりやすくなって、湘南ゴールデンエナジー持ってね、そうですね、そう山頂で飲むような、そうですね、富士山本当に良くていいですよね。そうでしょうね、やっぱ富士山。亀井さん登ったことはない？ない、うん、ぜひぜひですよ。行ける？金時山でビビってるけど。富士山、山小屋がオープンしてる時期なら逆に1時間に1回山小屋ってお金さえ持ってる、お金と上着さえ持ってるなんてあります。何でも買えるんで逆に高いんですけど。そうそう、いや、ね、ドリンク600円、カップラーメン600円ですよ。あ、なるほどね。自分5回登って1回だけ山小屋閉鎖と。そう思ってんだ。そう、プロレスラーの風磨さんって方と一緒に、この人ガチな登山部出身なんで、いけるいけるって言われて、いいよね、山小屋って、しかも寒いし、やっぱ結構つらかったですから、ね、車で5合目まで行けるの楽ですね、やっぱ。コメントいただきました、厚木の幕人さんが豚で大丈夫です、鈴木さんも豚でもこっしょり、いていいですね、こっしょりの福ちゃんさんって、こっしょりの福ちゃんさんっていうツイッター、名前やられてる、はい、あと豚の、なんかパンダみたいなキャラをもう一個持ってて同じように、豚のぬいぐるみの、まあ、なんか非公式トンバサダー、エナジーの非公式トンバサダーを名乗ってるんですけど、トンバサダーを名乗ってるんで、トンバサダー、はい、今日も来ていただいて、ツイッター後でリツイートちゃんとしますんで、今日トンバサダーの、はい、活動、はい、富士登山、はい、そうね、富士登山くらい今年はね、あとその富士登山やってるちょうど裏で、ランコミュニケーションズでやってる、この沼津で長良さんビーチ海水浴場の運営やってるんですよ、はい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 、まあそこでもなんかいろいろイベントを仕掛けていきたいなとは思って、そうですよね、海やるにはいいんですよ本当に、まあ、沼津がいい場所で、なんで沼津に行き着いたんでしたっけ、なんでしたっけ、友達がたまたまいたんですよね。今沼津ではまた10月に多分沼津スマイルマラソンっていうマラソン大会が、スマイル、はい、そうですね、はい、やりますんで、一番ね、規模感的には一番うちがやってるイベントは一番大きいんですよ、600人ぐらい参加者がすごいありますんで、そこをまた盛り上げていきたいなと思ってますね。本間さん、もう一個繰り返してみて、大物体験するよ。もともと、まあ、ベルマラフィッツァークラブの現場でこのパンダが、そうパンダっていうかパンダがベルマラソンやってたんです。あで、まあ、要は試合始まる前にマラソンを走ろうって言って、うん、でスポーツをやるのも楽しめる、見るのも楽しめるっていうのでやって、はい、試験的にやって毎回10人ぐらい集まったんです。すごい。で一応それでみんなで走って、本当になんかこうあの河川敷アリーナの裏にあるんで、うん、走って試合見ましょうみたいにやってたんですけど、はい、パンダが結構タスク多いんですよ、ベルロックをやったりいろいろ、ね、ちょっと去年途中で、しかもちょっとまあやって、まあ、集まるんでいいんですけど、なんか本当は、はい、本当はね、もともと500人のマラソンとか自分も運営してたんで、マジででかいマラソンをベルマレフツアークラブと同じ日にアリーナでやってるよ、たまたまじゃないですか、うん、やってで、そのままやりたいなと思ったんですけど、ちょっとやりきれないなと思った中に本間さんがスポンサーになったんで、じゃあ本間さんに、はい、そう、あのスマイルマラソンを、ね、だからベルマラソン、ね、スマイルマラソン編を、うん、今年黄金体験これからしてみて、絶対やってください、絶対な、絶対な、言っちゃいましたから、もう会議で毎回言ってます、本間さんがもうこの日やるって言ってます、ね、本当は今日やるはずだったからね、そう、せっかくね、スポンサーってくれたのにちょっとコラボがね、満足できなかったです、今年はね、絶対やりますよ、はい、そうですね、うん、今日コメントすごい多いですね、タカちゃんさん、はい、僕の今年のやりたい黄金体験は10キロダイエット、あら、素晴らしいね、コロナ禍で太っちゃったんですね、まあ、そうですね、ちょっとパンダさんもね、ぜひ10キロぐらいは、うん、いや、本当にコロナ前が74キロ、コロナ禍で超ダイエットして64キロになって、で今また74キロ、元に戻っちゃうんだよね。なるほどね。だからちょっと、まあ飲み営業多いんで今年、はい、僕も今年ね、10キロ落とそうと思って、ジムに通い始めて、筋肉が弱ってついてきたんで、ここから10落とせば割といい感じの体になるのかなと思ってますけど、俺森谷くん言ったっけ、100キロ上げたんだよ、ベンチ。え、すごい。そう、今年の目標だったずっと言ってましたよ、ね、黄金体験、これからしたい黄金体験、はい、だから1個クリアしました、先月平田くさんの時言ってましたよ、そうそう、なんか割とスピード1回下がるんですよ、そうだから4月入って上がるか試してみていいってやったら上がったの、100キロ、100キロ上がりました、100キロやばいっす、結構トレーニングして1年で週5で行ってんすよ、週5でパーソナルに通えば通い放題得じゃないですか、サブスク的なあれで、そうなんだよね、通い放題だ、しかも自転車で行く超健康的な、はい、ちなみにあの俺ハーフデッドリフト今180上がる、だいぶ仕上がってきて、仕上がってきて、体重は何キロ、今90キロ、89キロ、もともとどんぐらいだったんですよ、90
3キロ。ああ、じゃあ結構いいペースで、ね、うん、でも4キロでかいっすね。でも俺バレーボールやった時78だったから、本当はそれぐらいが理想だなと思って、筋肉ついちゃうって言いますけどね。はい、妖精王さんのコメント、死ぬまでに1回は富士山登ってみたいの。あ、いや、クロスクロス、はい、クロスクロス、今年しますんで、はい、チェックしてください。クロスクロス、はい、妖精王ご主人様が現れたらぜひ、はい、久々の朝だと思って、そうですね、はい、あ、拍手もありがとうございます。亀井さん、ベンチプレス100キロ終わったら今年やりたい黄金の体験は何なんですか？あれ全部言ったっけな、海外旅行したい。ああ、言ってました言ってました、ね、コロナ禍でできずに、はいはい、で新婚旅行行ってないから。そうなの、僕は一昨年結婚して。おめでとうございます。はい、コロナ禍で長野県から奥さんが来てくれたんです、はいはいはい、で新婚旅行行けてないから、うん、新婚旅行に行きたいっていうのと、あと、奥さん看護師なんですけど、うん、あの趣味で歌ったりするような方なんですよ。なんか一緒に音楽やりたいなっていうのはすごくいいと思いますよ、ね、ちょっと思ってました。なんか、はい、お互いなんか やんない理由は特になかったんだけど、やる理由もなかったから、まあ、亀井さんがしかも去年の年末まで結構忙しいバンドやってて、そうですね、バンドやってたから休みになったらバンドやってて一番近いところにね、その、まあ、ミュージシャンというか、はい、できるというか、はい、一緒になって出すっていうのは楽しいのかなと思ったんで、まずだってここのオープンマイクで花本さんからも、そう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 、確かに確かに確かに練習やりたい、確かに確かに、なんでやってなかったんですかみたいな。だから逆に気恥ずかしいっていうか、でもちょっとやります。だいぶ音楽性の違いが出てきませんか？確かに音楽性の違いによる怖いっすよね、逆に劇団かなんかね、自分なんだろう、なんかね、今年度だよ、うん、まま、前行ったのは髪生やす薬をマジで飲みたいって。あ、飲んでまだ飲んでない。飲みなよ。飲もうと思ったら本当飲みたいですし、見たい人が増えてくるさ。はいはい、本当に。ただ一個怖いのは一回抜けるっていうの、本当にそれが怖くて。そうなんだ。そう、飲んだ飲み始めに抜けるらしいです。早く回ってくるんだ。一回だからスキンヘッドとかにしちゃいたい、うん、いや、それはちょっと、いやいや、ね、いや、まあ、別になんかそういうキャラクター。それは薬は病院とは違う。病院で処方もできますし、でも今なんか通販かあれらしくて、そんなにやばくなく月5000円ぐらいかかるんですけど、スキンヘッドとかにして別にキャップとか被っちゃえばそんなわかんない。いや、普段スーツなんで、それでいや、パンダ被っちゃわかんない。いや、まあそうなんですね、逆になるからそうか、まあ、スーツの人って帽子とか被りづらいのか。そうなんですよ。ハンチングとかだったらまだなんか、あの、芸人さんとかいる。まあ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 、でも、まあまあ、ね、芸人さんだもんね。芸人さんじゃないよね、まあ、あとだからなんか最近困ってて、なんか結構やりたい大物体験、やりたい大物体験って言ってると大体やっちゃうんです、すぐに自分が。いや、いいじゃん。いや、だからなんか、あとなんだと思って薬飲みや早く。いや、まあ、それはそうですね、そっからそっからすげえ見たいんだよ。それは本当そうですね、本当に飲みたいんですけど、なんかやっぱいろんな薬情報は調べてて決めきれないんですよ、どの薬にしようか。コメントいただきました。次のまこちんさん、ユニット名考えないとして、僕とか奥さんのね、あー、いいですね、はい、頭も梅丸って言ってたんですよ。いやいや、待ってください、同じような頭してます。同じような人じゃないよ、まこちん。いやいやいや、大先輩だよ。ちょっとね、まあ、なんだろう、でもこれラジオもね、ずっとやりたいって言ってたら、まさか一緒にやろうって言って、そうね、ラジオもやってるんですけど、まあ、なんかこうね、始まったし、うん、なんだろう、でまたマラソンもでっかいの復活させたいなと思って、多分やるでしょうし、で来月いっぱいイベントやるし、うん、まあ、紙の薬なんですかね、じゃあ。そこだね、もはやね。で、あとまたね、年末にエナジーのフェスやるんですけど、それもまあ超楽しく、まあ、やるんですね、まあ、やるんだよな、全部。なんだろう、なんかやりそうもないようなことにしてもいいんじゃないの。やりたいようなことを思いついちゃうんですよ、逆に。だからあとはフルマラソンもう1回4時間以内で走りたいですけどね、昔みたいな。4時間以内か。1回3時間9分がベストなんですよ。3時間9分早いね、はい、そう、実はベストはキロ4分20ぐらい。3時間切るとめちゃくちゃ早いんだよ。3時間切ると上位の 2% とかです。めちゃめちゃ早い、はい、じゃあやんなよ。まあちょっとね、まあ、その現実問題やっぱ時間かかりますし。まあそうだよね、そうね、なかなかね、ちょっと待ってください。なんかね、いろいろあるんだよな。でも言ってたらみんななんかこうね、おまさんもそうですけど、サポートしてくれて、なんかできてるから、なんかだんだんなくなってくるんですよ。俺前でも言った気はするけどね、うん、ヘリコプター乗りたいって。ああ、言ってましたね。なんか、まあ、お金払えばできるけど、ね、きっかけがないから。そうなんですよ、まあ、紙に入る薬と同じですよ、だから、ね、いろいろ調べてるけど、まあなんかないと。結構プロポーズの時にヘリコプター借りる人多いって言います。はい、横浜港未来とかに乗れる。いや、おしゃれな感じの。本間さん、なんかネタ的な感じでそういう仕事以外でやりたい黄金の体験ないんですか？突拍子もない。突拍子は趣味でもいいでしょう。趣味で？なんだろうな。いや、実はあれ普通やってみたいんだよね、やるか分かんないけどみたいな。スカイダイビングとか一回やってみたいな。ね、やってみたいですよね。あとバンジージャンプとか。結局それ結構仕事近くで。いや、確かに仕事に絡めてやっちゃうタイプね。自分もそうなんで、エナジー何でも絡められて、最近なんかまあイベントはできるようになってきたんで。
そのせいでちょっとパンクしてるんですけど、今バスケットで今、はい、シニアって40歳だったりとか、うん、もっと頑張ってですね、そうちょっとなんか、はい、なんだろうな、うん、この日本一になったりとか、そんな夢を持って今ね、シニアのチームね、そう週2ぐらいしか練習できてないですから、ね、うん、いやなかなかね、肉離れになっちゃったりとか、そうちょっとね、今真面目にバスケットはね、うん、やったりとか、あとね、これも仕事に絡めちゃうな、はい、あの湘南地区でランニングチームを作りたい、はい、そうですよね、ちょっと今週ね、プレイイベントが土曜日ですね、そう無料イベントで、あの茅ヶ崎スタートで、あのモキチカフェっていう湘南ビールさんがやってるところにまで行って走ってビールを飲むってことになります。はい、あ、でもうちあった1個やりたいことは、いや、なんかあのやっぱ今のまんまだと今のまんまだなって湘南ゴールデンラジオ思ってて、今年ちょっとね、まあ、最初にね、まあ、人雇うって亀井さんも経営者が分かると思うんですよ、本間さんも今日経営者が揃ってるんで、いきなり回収はできないけど、どっかで雇わないと、うちもね、お金すごいあるわけじゃないですけど、今年はちょっと年始めから実はデザイナー雇って、はい、でツイッターとか見てるから、うちのビジュアル良くなってきたと思うの、うん、分かると思うんですけど、イベントのフライヤーとかも、うん、次、営業雇いたいなと思って、営業やろうか。いや忙しいのに具合制でいいなら本当すべきだよ。いきなり払えない。でもなんか営業もいきなりフルタイムは無理なんで払っても、うん、ちょっと週1とかでインターンの延長でみたいなのをずっと言ってたら、ちょっともしかしたら一人決まりそうな、まあ、結構自分に言うんで、これやりたいあれやりたいって言うとなんかこう来るん で、ちょっとね、そう言うの大事だよね、ちょっとね、そうね、だから週1営業、まあ、他の仕事やってる人は週1で試しにとか、例えば、はい、なんかね、そのビジュアル良くなってるうち、いいポスターとかいっぱい作れても、はい、ほとんど販売店に今巻き切れてないんですよ。確かにそう、そう、それの、まあ、まず巻いて、うん、あ、エナジーこういうのやりましたっていうだけでも一人でっかいかなと思ってて、うん、ちょっとそれは今年、次はあのフェーズに行くために、今年ちょっと35になるんで自分も、ちょっと今年いろいろちょっと一回損はする、損というか、まあ、でも、まあ、損とは言わないですけど、でもね、本当うちにちょっといろいろお金があるわけじゃないんですけど、ちょっと一回、試してみないと、今じゃないと逆にできないなと。いやでもエナジー絶対必要は、いや、まあそうなんですけど、でもね、それで売り上げがやっぱ伸びないと怖いんです。コメントいただいております。タカちゃんさんが、森谷さんのスタミナ湘南ゴールデンエナジーとフィジカルの強さ、あ、でもそう湘南ゴールデンエナジーのおかげです。パコチンさんが香川のところがあって、何の話なんですか。あ、そうそうそう、あのモキジカフェです。ああ、そう、あ、そうそう、湘南ビールのアンバサダーやってて、本間さん、それで、そのモキチカフェで、よく知ってるな、違う、さっき、こちら、なんでも知ってるんだよ。確かに、確かに、仮面さんも1個、なんかないですか、もう1個ぐらい、黄金体験、黄金の体験、今言ったも結構、毎月言ってたことなんで、なんか1個また、シャレードでどうですか、何か、シャレードでか、呼びたい人とか、いや、呼びたい人はいくらでもいるんですけど、こういうイベントやりたいとか。でも久しぶりに竹原ピストル呼びたいなっていう、知ってます、知ってます、もちろん、今年僕、あ、これもちょっとあれだな、ちょっと情報出てないところのここだけの話なんですけど、うん、まあ、今年もちょっと、ま、はい、マコチンさん見てるから、これツイッターで言われちゃうと困っちゃう。しいですよ、皆さん、ここは見た人だけ限定。毎年僕、ライブハウスでお誕生日のイベントを、はいはいはい、7月やらせてもらってるんですけど、はい、で今年もまあやる方向で調整してる中で、今年ピストルさんダメだったんですよ。一応打診とかあるんですけど、ちょっとなんか今手首痛めちゃってるから、うん、で、ちょっと辞退するかなみたいな感じで言ってもらってるけど、また来てくださいねって言ったら、ぜひぜひ行ってくれてるから、なんかピストルさん久しぶりに戻られるみたいなと思って、うん、ついこの間、うん、野田原にフラワーカンパニーを入ったんですよ。めちゃくちゃ良かったっすよ。で、これで、すごくこれですね、はい、フラワーカンパニーが来てて、一個面白い話があったんですけど、うん、コロナ前から、数えて、多分フルキャパでやるライブがフラカンが一発目だったんです、はいはい、だから3年ぐらいフルキャパでやってなかったから、はいはい、すげえ不安があって、うん、フルキャパの不安って多分いろいろあって、まあ、あんま大きい声で今度 YouTube で言うのはないんですけど、まず150人、160人入れるんですよ、はいはい、でその日雨だったから傘どうすんのみたいなとこから始まるような案件、そうそう、はい、スマイルマラソンの日ですよ、この日デジタルミスビア、そうです、そうですよね、で、それはまあとりあえずクリア、大きいゴミ箱2個出してクリアしたんですけど、うち4月からドリンク代を600円に値上げしたんですね、うんうんうん、なので100円玉のお釣りがすげえ減ったんです。あ、500円だったら500円玉が動くからいいんだけど、100円がこんな減るかと思って、もう20枚ぐらいしかなくて、150人こっから来るのやべえってなってて、その朝のツイッターで情報出しするときに、この本日の公演フラワーカンパニーズソールドアウトっつって、うん、ドリンク代600円の横に可能な範囲で構わないんで小銭のご用意お願いしますって書いたら、はいはい、ほぼほぼ小銭できて、素晴らしい、小銭パンパン、
なるほど、なるほど。ファンの方がすごい。今日もすでに小銭結構。ありがとうございます。たまってますけど。はい、コメントいただきました。たかちゃんさん、前に湘南ゴールエナジーに少しウイスキーを入れて飲んだら晩酌にも最高だったんですよ。美味しそう。反則ですか。いや、ちゃんと他にも湘南ゴールエナジーハイボールとかあるんですよ。ありますからね。あ、結構藤沢のお土産で今エナジーハイボール、エナジーサワー飲める場所めっちゃ増えてるんで、結構あのジンジャーハイみたいな、ジンジャーハイボールみたいな雰囲気になるのかな、はい、ね、あと柑橘入ってるんで、もともと亀井さんこう見えてお酒は飲めないさっき聞いてブロッケー飲めない方ばっかーで、意外と意外と福井たけしさん、神星川コマムテ、はい、あの横浜のあの小道具のそばの亀吉川湘南ゴールドハイありますよと。で、そう、福井さんがファン、のアーティストさんがよくライブやってて入れてくれたんですよ。すごい、はい、そういう繋がりがあると嬉しいですね、はい、でコマムテ飯めっちゃうまいんで、ぜひ、ぜひ、っていうか、まあ福ちゃんさんはね、行ったばっかと思うんですけど、はい、あとね、そうだ、もう一回やって僕の体験を思い出して言います、はい、ちょっと来月ちゃんと発表するんですけど、亀井さん終わった後言いますね、まあ、はい、あ、それはまあいいや、それいいやじゃなくて、なんか、まあ、それにちょっと関わることなんですけど、はい、まあ、ちょっとあとはね、グッドライフジムの1月のとかすごい良かったのと思って、でなんか本当になんか企業をああいう風に周年パーティーとかああいうのなんか、はい、こうライブハウスに誘致して、はいはいはい、なんかそんで、まあ、パンダ MC やれるし、ね、うん、なんかああいうのとかでイベントを作りたいなって今思ってて、はい、でちょっと来月もう一個会社作るんですよ。決まり決定。あの、で、やるかどうかはまだ 100% じゃないですけど、新会社を作って、あの広告代理店やりたいってずっと言ってたし、地域とかで行ってたら、ちょっと出資してくれる人が、もともと自分コンサルとか SNS のコンサルで固定入ってるんですけど、個人で受けてるのを会社に入れて、まあ、それで別に回るんで、で別にあの元でかかんないんで、要は役員報酬めっちゃ低くして、はいはい、でもそういうイベントやったり、今エナジーでお手伝いしてたのを、まあ、エナジーでお手伝いっていうよりこのイベント会社として手伝って、まあ、多少でもそれ、まあ、エナジーがあくまで主でやってるんで、なるほどね、なんかそういうのを、もともとコンサルやってるから、その SNS のそれもちゃんとそこに入れて、でなんかまあなんかね、そういう会社を競合じゃない、いやいや、じゃないです協業ですよ、ね、一緒にね、協力会社で行きたい、今前と同じですよ、だからであパンダ呼ぶ愛、ね、はい、エナジーがなくなっちゃったんですよ、はいはい、運動あはい、自ら言うスタイルもありですよね、もちろんっていう、ただね、まあ、まだ確定じゃないんですけど、はいはい、今その流れでちょっと準備をしててちょっと忙しいってのもあるんですけど、なるほどね、なんかイベントとかマルシェとか今まで手伝ったことをもっと仕事としてちゃんとやっていこうかなっていう、だって5月は忙しいでしょ、森谷君はそうなんですよ、ね、だからこんな急ピッチで進むと思ってなくて、ずっとこの話いろんなところで、さっきのラジオとかと同じように、はい、こんなやりたいんですよって言ってたら、やっぱじゃあ一周やるみたいな人が出てきて、え、じゃあやるか、まあだからもともと収益得てるんで SNS コンサルとか、そこを会社に入れて役員報酬変わるだけって感じのイメージ、ただそこからそういう名前になるから、エナジーって別にそういう会社も持つからちょっとやりやすくなるかなって、そういう企業のイベントとかを企画したりとかやったりとかもやりたいなってちょっと思ってます、ね、本当なんかね、そう、音楽さっきも言うんですけど、やってなくてもこうライブハウスにいてプレイヤーになれるってすごい素敵だなと思って、確かに、そうか、でなんかしかもあれすごい良かったっすよね、楽しかったっすよ、楽しかった、なんかあれを別になんかああいうあれはそのままじゃないんですけど、なんかああいうのも誘致できたりできるのかなとかで、あ、まあ、来月シャレードでね、後で告知事項で言いますけど、バーエグやらせてもらったりの話でやりますけど、はい、なんかそういうイベントもともといっぱいやってたのを、なんかイベントも仕事にしていくの、あ、まあ、一個もう一個黄金の体験を広めるあれになるのかなって思って、森谷君だから結構できるみたいなところあるかもしれない、いやいや、まあ、まあ、でももともとやってたことを本当名前変えて、そのイベント事業はエナジーとしてじゃなくて、そっちの会社名でやって、なるほどね、乾杯です、はい、楽しみ、楽しみ、楽しみ、はい、はい、っていうことです。じゃあこれからね、残りあと10分ちょっとになったので、はいはい、告知事項の時間ですね、はいはいはい、はい、あ、告知事項の前にすいません、ゲストさんに毎月ちょっとしたお土産あるんですよ、お土産をくれるんですね今月ね、今月そんな、すいません、あの、よくなくて、よくないわけないよ、よくなくないよ、逆によくないよ、いや、すいません、ただ今日はあの今日ね、出店しててキッチンカーでタコスを売ってて、うんうん、はい、そのタコスすごい絶品なんで持ってこいとしたら完売しちゃって、うわー、そうか、で、本当に戸塚から今超大注文持ってきて買う時間なかったんで、ただ今日初出しの商品を、あ、そしてステッカー、まずもう一個はエイプリルフールのために作った、これね、当選者にしか配ってない、ショーニャンゴールドエナジーステッカーを一人、両方お二方に1枚です、ショーニャンゴールドね、はい、で、あともう一つがこのステッカーも今日リリースでまだ持ってる人いないんですけど、あ、今開けて、あの、昨日会社に届いたみたいな感じなんですけど、これが、まあ、湘南シーサイド 3XC の湘南シーサイドとうちいろいろコラボしてて、今度コラボステッカーを作ったんですよ、これまだ岩田さんも持ってないんだ、湘南シーサイド亀井さんと、バスケチームで、あの本間さんが今度スポンサーやるチームのコラボステッカーなんで、はい、
小ニャンゴールドエナジーはマジで40枚しか作ってないんですよ。ショーニャンゴールドね。当選した10人には送って残り30枚は自分と会った人にあげて多分済んだと思います。これ超可愛いっすよ、ね、うん、早速パソコンに貼ります、はい、これね、これなんかすげえいいなと思って、ね、はい、すみません、今日はステッカーと、あとは本間さんにはいつもの万葉の湯の 50% をあげます。あ、だす、よく小田原万葉の湯によく泊まってるんですよ。そうそうそう、はい、とかですね、シルバー会員、はい、そうですね、結構ポイント溜まってる。コメントいただきました、妖精王ご主人様さんが、森屋さんの人望と人脈の賜物ですね、いやと。新しい会社らしいですね。たかちゃんさん、森屋さんと富士山のイベントあるときに直で受けていただいて挨拶させていただきたいです。そうですね、次5月17日サンパール広場に来れば後で告知しますけど、はい、はい、ということで、はい、ステッカーをいただきました、はい。でもショーニャンゴールドエナジーは本当レアで、もう作らないんで、かわいい、さすがに限定感出したいんで、これめっちゃいいですよね。かわいい。そう、エイプリルフル企画がもう本当好きなんです。好きだよね、大好きです。毎年やってます。毎年やってんだ。毎年何かしらやってます。サプライズ趣味なんで自分。タカちゃんさんが欲しいって言ってるよ。これはだから会った時に本当先着で、だ当選者以外だとここでもう2枚使ったんで、あと28枚しかないんで、で自分も欲しいんで、あと27枚ね。あった順番でもし欲しいって言ったらあげるって感じなんで、ちょっとマジでレアですこれ、将来プレミア超ついてるかもしれないですっていう感じですね、はい、ということで告知事項に、はい、本間さん、なんか募集したいこと、告知したいこと、さっき言った、湘南ランニングクラブ、はい、今週の土曜日かな、はい、13時に、はい、茅ヶ崎集合で、はい、無料イベントですんで、はい、クロスのホームページからぜひお申し込みいただきたい。あ、無料なんでしたっけ。そう、無料。あ、そうか、その湘南ビールさんの協力のもと、もう参加費は無料で、あれ、現地に行ったビール代だけは、はい、自費で入ります。で、ね、毎定例で結構やっていくつもり。ここそうね、これからちょっとなるべくやって、100人規模のランニングチームを目指して頑張りたいなと思ってます、はい、あと黄金体験ラジオにみんな聞いてもらって感想を発してます。そうね、ハッシュタグ黄金体験ラジオで、はい、内容の何時でしたっけ。月曜日の19時半レディオショーナン、はい、あとポッドキャストで。そうです、ポッドキャストで過去回も全部聞けますんで、はい、であと本間さん5月にスマイルマラソン。そう、5月5日、これは、はい、荒川でやりますので、はいはい、子供のディスクシャル、子供が1500円かな、はい、山登りのやつはいつ。山登りはもう毎週やってます。毎週やってるの、はい、毎週いろんなイベントやってるんで、まあ、要はスタッフさんとかインストラクターがいるんで、そうクロスのイベントは本間さんは大体いないんですけど、まあ、何かしら何かしらやってます。亀井さん、告知事項。来月ですね、5月の20日、小田原大合戦という、はい、サーキットイベントっていうんですけど、はい、いろんな会場でライブをやるイベント、うちではないんですけど、メイン会場小田原サンドマルホールっていう新しい市民会館があるんですけど、はい、そこをメインホールとしつつ、4月にできた新しいライブハウス、ライブハウス小田原クエストと、はい、ライブハウスジャカジャカ足柄屋スタジオで4会場5ステージで約40組の出演者が出る、まあ、一大イベントがあるので、はい、ぜひぜひ皆さん足を運んできていただければと思います。ベルロックも出させてもらいます。ベルロック出ますね、はい、はい、ということで、あとはあれですよね、うん、5月結構イベントになっちゃった10日連続でシャレード、4月終わりか。いや、ありますね、で新物価の浩平君とか、はい、カメラマンのトモさん。そうそうそう、うちで働いてくれてた池上君、浩平君っていうのがいるんですけど、うん、が新しくブッキングマネージャーとして今後やっていくっていう、それの、立ち上げイベントが10日間連続であったりとか。10日間連続はい、詳しい情報は SNS とか、はい、ホームページもありますので、スケジュールぜひとも見てください。はい、よろしくお願いします。そして湘南ゴールドエナジー、5月は周年月間ということで、コロナ禍も終わってちょっと盛り込みすぎて大丈夫かなと思いつつ、告知も追いついてないんですけど、もう分かってる限りで言います。まず5月13日グッドライフジム×湘南ゴールデンエナジー×クロスで金時山登山イベントということで、ジムのトレーナーたちも登るんで、亀井さんも、でも13土曜日忙しいんですよね、ライブハウスは。13日でも昼に終わります、金時山。チャンスあるな。お、落ちてます。コメントいただいてます。福井さん、お国際写真聞いた湘南にあるほしい一度にゆかちゃん、猫はモデルですよね。そうです、そうなんだ、はい、あ、そうだ、1の E 出ますね、4月の29日だったらトモさんで、ね、あ、そうです、そうです。そういう時は、トモさんね、エナジーのフェスにもカメラマンやっていただいたということで、サポーテッドバイ湘南ゴールデンエナジーということで、なんかトモさんがカクテル作るかもって言ってました。5月13日、まだ未定ですが、チャンスあるかもです。あ、なるほど、はい、で、あとは5月の17日に毎月藤沢でやってるサンパール広場でやってるフリーライブイベントで、周年月間ということで、いつもの2倍以上アーティスト出ます。すごい長い時間やります。すごい、はい、で、
まだこれから発表なんですけど、まあ、見た人まだ発表まで外に言わないでほしいんですけど、もうすぐ発表するんで、もうすぐ、リスキーメロディーさん、うちのアンバサダーとか、あとエスラビット七子さん、いつも出てもらってエスラビット七子さんとかが、サンパール5月は出ますし、あと5月の18日にまた黄金体験 TV、 これも7周年特番ということで、何かすごいわけじゃないんですけど、一応7周年の1個ということで、あとは、5月19日になんか今 MC 頼まれてるイベントがあるん で、はい、でこの日周年なんですよって言ったらがっつりエナジーをかみつけましょうってなってるんで、それはちょっとまだ確定じゃないんで、ちょっとあれと、あと5月20日はね、小田原大合戦ベイロックも出るのと、これは湘南ゴールエナジー、小田さん、本さん、そうです、もうがっつりやってるん で、はい、であとは5月の3、4、5が北条五代祭り出店 と、5月の、で5月24日が個人的に超楽しみなイベントで、ここ小田原シャレードで湘南ゴールデンジーバー営業で、コンセプトが、ガールズバーかっこ笑い、かっこ笑いみたいな、どういう意味で笑いの、ちょっとね、まああのまあね、もうここもうすぐ発表するんで言うと、湘南ゴールデンエナジーイメージガールのエレーネと、湘南ゴールデンエナジーアンバサダーの、チロルのユッカが、みんなでここへ、まあ、シャレードがバー営業でバー菓子バーやってるんです、でエナジーの日ということで、みんなに料理作ってもらって、飲めてっていう、みんな来てお話しながら飲めるんで、それ多分ね、ガールズバーってやっちゃうと、ほら彼女たちはアーティストだから、そうあんまりね、ただこのお酒もすげえ好きだし、はい、可愛らしい女の子だから、まあ、ガールズバーかお笑いと、そうです、ここにそのお酒に来れば、そのエレーネとユッカと飲むことができる、なるほど、ガールズバーかっこ笑いってちょっとふざけたエナジーっぽいじゃないですか、それもまたで、なんかそこがなんか許されるようなキャラの3人なんで、うんうん、はい、っていうのと、で5月28日がこれまだ、未定なんですけど、某藤沢ライブハウスでやる某イベントに協賛して、ちょっとそれも面白い企画をやるかもです。ちょっと面白いですよね、盛りだくさんだね、はい、で5月最後の水曜日、もしかしたらここで、あやるかも、最後エピローグでエピローグ的なやつ、ね、あとさ、5月8日に、石塚カレンさん、アンバサダーの石塚カレンさんの茅ヶ崎で、石塚カレンさんもなんか開業5年、個人事業者5年なんで、なんか5たす5イベント、7周年か、7たす7イベントで、77イベントで石塚カレンさんと飲めるよみたいな、茅ヶ崎飲み屋のイベントもあるんで、ちょっと今週、来週中には全て発表したいです。追いついてないでしょうか、はい、そうですねって感じですかね。今日もう4月19日か、早いで、来てくれてて、うちのいいお世話になります、とか、とりあえず来週でステッカーください、高ちゃんとかね、うちの家は4月29日のそう、はい、シャレードのトモさんのイベントに出ますね、なんとパイセンちゃん、はい、パイセンちゃん、ナナコさんの方ですよね、くちゃんさんがパイセンちゃんって出ます、ね、そう、まあ、こっちさんでエレーネと飲めるんで、24日水曜日18時から22時半までシャレードで来ればもう、もう映える、来てください、はい、絶対5月24日僕もいますね、はい、おじさん、そうです、もちろん、はい、パンダもいますよ、パンダもいますね、はい、エナジー70年イベントのちょっとそこ目玉かなっていう、で元々パーティー系やりたかったんですよ、なんかスポーツイベントとかは周年やってたんですけど、そうなんですね、そう、一緒に飲めるイベントってやってなかったなと思って、やってる場所も微妙になかったんだよ、でここちょうどいい位置でし、確かに、はい、ちょっと泡っぽいボトル増やしておきますね、いっぱい、そうですね、ちょっとそうですね、そうですね、でも、はい、ちょっとボトル入れてください、入れていただいてって感じですね、はい、もうあっという間の1時間、本当はあっという間だ、もう3分で終わっちゃうかったら、そうですね、ちょうどそう、大体こうちょうど60分なんです、へぇ、はい、来週のゲストは、来月、あ、そう、来月のゲスト、ね、画像まで用意してないから、はい、出せないんですけど、コッチさん、はい、最近ね、小田原シャレードに、はい、結構ライブやってる、デビューしたばかりの小田原ご当地地域密着アイドル、へぇ、小田原市密着型アイドルで、オフィシャルが欲しいって言ってる、もともと東京にいた子なんです、うんうん、なんか流れ着いて小田原がすごいいい場所だったから住んでて、そのご当地のアイドルとしてやっていきたいんですっていう相談されて、あ、じゃあうちでやる場所から始まって、気づいたら森谷君とももつながってそれもね、もう薄々察してる人は察してると思いますけど、来月発表があって、はい、番組に出るということはというふうになるという、なるほど、ね、ということですね、そうですね、来月発表ですから、すごい、まあ、繋がっていくね、うん、はい、こちらも楽しみに、はい、はい、あ、高ちゃんがパンダを取りに行こう、ぜひぜひ、本当にまこちさん、水曜日休みはありがたいと絶対行く、はい、要請ご主人様さんは仕事終わりに行くから車だからソフトドリンクのもっと、はい、ソフトドリンクの瓶もあるんですよ、ソフトドリンクあ、ソフトドリンクありますよね、サイダーもありますし、ちょうど、
楽しみですね、5月のねすごい、シャレードの、ね、10日の間のイベントあったり、その流れで森谷君のイベントがちょこちょこ入ってきました。まあまあ、本当コロナ禍がね、終わって、それも5月から第5類多すぎるんだろうね。で、本間さんなんかも第5類になったら、さらにまあもう本当イベントっていうのも制限もなく、そうね、まあね、バンバン仕掛けてますよ。このね、この3年みんな頑張った分ちょっと本当頑張りましたね。その分ちょっと反動やばすぎて、ちょっと自分とか本間さんパンクにしないようにスケジュールがね、ちょっとね、亀井さんもですけど、本当に亀井さんでも経験も長いから、いやいやいや、でもでもでも言っても、あどうにかやっていかなきゃと思いながら、いやいやでもね、去年のが忙しかったですよ、亀井さんプレイヤーとしてもうかなり、まあね、やっぱ今年はまだね、自分とか本間さんはちょっと今やりすぎちゃってるんですけど、でもやりたいんでやるんで、まあちょっと全部なんとかやりましょう。ちゃんとシャレードダイエット部もやってよ。いや、やってますね。ちょっとまたマラソン終わって少しちょっと休養して、また夏の間ね、そうですね、初毛も楽しみにしてた。初毛、まあ、本当にしたいんですよ、自分は。本当にね、そう、ちょっとね、ここもね、マジで髪がなくなってきた。いや、でもやっぱその、それやろうと思う気持ちはすごいいいと思うから。本当にやりたいんですよ、モテたいんですよ、本当に。モテたいの？そりゃそうですよ、独身、自分だけ独身ですから、本当に。確かに。それで、本間さん、言い残したことないですか、本当に。あ、そうですね、今年は、あれを小田原スマイルマラソン、ベルマラソン、絶対実現してやりますんで、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、はい、ということで、いいですかね、はい、皆さん、亀井さん大丈夫ですか。はい、そうですね、うん、まあ、新しいこといろいろね、多分それぞれ始めるとは思うので、個々にでもね、一緒にね、またコラボりながらね、はい、違いですね。そうですね、はい、お願いします。ということで、締めの挨拶がありますので、締めの挨拶は来月も黄金体験 TV で黄金体験をと自分が言うんで、全員で元気よくまったねと、了解でございます。今向かっていってください。はい、はい、ということで皆さん、いいですか、はい、じゃあ来月も黄金体験 TV で黄金の体験を、まったねー。ありがとうございました。